桜坂とラビット、どうなってんの。明日のラビットは末広がりずの最新東京見聞録、桜坂46の大沼紀子、ラブレターズと贅沢ビュッフェを満喫。さらに大園玲、増本キラとケアンズ人気スイーツを徹底調査。ゲストは秋元真夏、大沼紀子、天才ピアニスト。これに対し反応は、明日沼ちゃん、そのキラがラビット出るぞ、スタジオには沼ちゃん、秋子マジすげえ、秋子めちゃくちゃ気に入られてた、秋子にそのにキラこと、なんでここに来て桜坂フィーバーになってるの。ラビットと桜坂のパイプすごすぎ。明日のラビットはそのキラコ沼に真夏とか秋元康史番組かよ。レナーは月1ペースだったし、また今月どっかで来るでしょう。レナーは水金を自由に行き来する人、アキコはレギュラー曜日以外に行く人。沼先週の出演から1週間経たずやぞ。いいぞもっとやれ。冷静に考えて、週2でメンバー出してもらってるってやばいな。レナーは神だよ。原点。さくらちゃんとおいでやす小田はラビットとサブスク契約してるのか。